筑波市小野崎の料亭筑波山水亭で12月10日月曜日、写真の撮影会が開かれ、筑波市周辺に住む写真愛好家が腕を競いました。撮影会は筑波市在住のアートプロデューサー香吹真一さんが企画したもので、筑波市周辺に住む写真愛好家11人が参加しました。桜川芸者学校の踊りの DVD を見て、ぜひ写真に撮りたいということで、今回撮影会ということをね、山水亭でね、開かせていただきました。モデルを務めたのは香吹さんが主催する演劇チーム桜川芸者学校のメンバーと、石岡市在住の民謡歌手比氣由美子さんです。撮影会場となった筑波山水亭は和の佇まいが人気を呼び、映画などの撮影にも使われています。写真愛好家は枯山水の日本庭園や、昨年末に新しく作られた真っ赤な太鼓橋を背景に、モデルが踊ったりポーズを取ったりする姿を夢中でカメラに収めていました。芸者さんの素晴らしさに改めて感動しました。どうも、今日は楽しい時間過ごせましてありがとうございました。まあまあでしょ。桜川芸者学校の学長をしております竹千代でございます。今日は、カメラマンさんのモデルということで初めてやらせていただきました。ポージングとか難しいかなと思ったんですけれども、踊りをベースにポーズをさせていただきました。山水さん、いかがでしたか？特別講師をしております山水でございますが、私の山水という名前ね、こちらの山水亭から取ってるんです。だからそこでね、こんなさせていただいたのがとっても、緊張したし、とっても楽しくさせていただきました。皆さんとっても喜んでくださったの で、ね、本当にそれが安心しています。はい、およそ3時間かけて撮影された写真は、今後桜川芸者学校の広報用ポスターやチラシなどに使われるということです。